運輸政策審議会答申第7号は、東京県の交通網整備に関する政府諮問に、大衆輸政策審議会が1985年に行った答申である。答申名は、東京県における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画について、2000年を目標年次とする東京県における鉄道路線の整備計画を示しており、 その2000年には、本等新の更新版である運輸政策審議会、等新第18号が提示されている。東京県においては、高度経済成長期に人口集中が進み、通勤混雑、長時間通勤、交通渋滞等の交通問題が深刻化した。当時、東京県における鉄道整備は旧都市交通審議会により作成された。 都市交通審議会答申第9号及び都市交通審議会答申第15号に基づき、1985年を目標年次として進められてきた。これにより、混雑は改善の方向に向かっていたが、答申以降、東京県では次のような変化が生じた。このような情勢変化に対応した交通網の整備計画を策定するため、1982年9月、 小坂徳三郎運輸大臣は都市交通審議会の事務を引き継いだ運輸政策審議会に対し東京県における高速鉄道を中心とする交通網の整備について諮問を行った。これを受けて運輸政策審議会は1985年7月11日等身第7号において2000年を目標年次とする東京県における 鉄道路線の整備計画を取りまとめた。東進は、東京都心部を中心とするおおむね半径 50km の範囲を対象とし、再混雑時間の混雑率が200%を超える路線について、新線建設、複々線化により混雑を緩和することに重点を置き、この他副都心機能の強化、空港アクセスの改善などに資する路線も設定された。 この結果、目標年次までに整備することが適当とされた路線は29路線、総延長は 532km に達した。また、地下鉄車両の小型化、新交通システムの活用などにより、鉄道建設費の低減を図るものとされた。これらの整備により、整備対象各路線の再混雑1時間における平均混雑率は、 1985年の220%から2000年には180%以内にまで低下し、また郊外の住宅地の大部分から都心部の業務集積地へ90分以内で到達可能となると見込まれた。つくばエクスプレスは本島新において初めて盛り込まれた常磐新選計画が元となっている。本島新は千葉県北西部や埼玉県東部等における 混雑緩和を大きな目標としていた。日暮里・舎人ライナーも本東新において初めて盛り込まれた日暮里・舎人線計画が元となっている。東新の富津、東京圏高速鉄道モーズ、東新の富津、東京圏高速鉄道モーズ、東新では29路線の整備が盛り込まれた。うち主要なものは以下の通りである。 2018年時点での状況についても併記する。目標年次であった2000年の時点で、本当しに盛り込まれた整備計画路線のうち約44%が営業を開始し、約31%が整備中となった。東京圏の主要31区間の再混雑1時間における。 平均混雑率は1985年当時の212%から1998年には183%にまで改善されたが、第7号等身における目標である180%には達することはできなかった。一方で、本等身には記載のなかった路線の整備も行われた。こうした路線には、ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線と、 東京臨海高速鉄道臨海線がある。2000年には運輸政策審議会によって新たに運輸政策審議会答申第18号が提示され、東京圏における鉄道路線の推奨整備計画を引き継いだ。ありがとうございます。